そしてフランスですがその統合契約という新たなプログラムを打ち出しました新たな移民はフランスの社会やその他を学ぶ教育を受けそして入国の前にその契約にサインをするというプログラムです次にイタリア、まあ、非常に困難な状況をイタリアは抱えています様々な対立がありますしまた人種差別主義も激しいです特に ルーマニアからのジプシーに対する人種差別が非常に激しい国ですイタリアでの状況そしてその他の国を見てみても各国で状況はかなり異なっているということがわかりますなぜそういうことになるのかということなんですが一つ大きな問題があるんですその問題をすべての国がこれまで解決しきらないでいた大きな問題があるんですまず一つ目 ヨーロッパの国々はかつて植民地を持っていましたそういうことは文化的な差別主義が植民地主,主義のもとはびこっていたわけですそれが今でも続いていますつまりイギリス人やフランス人白人は植民地に暮らす人々よりも優れているという考え方ですそして2つ目こうしたヨーロッパの国々では様々な 民族グループが住んでいますがその中で社会から排斥されそして教育にあるいは労働市場に参画できていない移民がいるそして民族グループがいるわけですその結果からの所得は低く置かれている状況は決して好ましいものではありませんそして3つ目としてその貧困の背後にある人種差別というものがあります経済社会問題が大きな原因になっているにもかかわらずつまりこうした移民は そのこうした新しい国にやってきて自らの見かけとは違う人々で生きていかなければいけないそうした人種的なことが唯一の原因となって彼らは差別をされているわけです社会的経済的には彼らに何の責任もないのにこういう民族だからというだけで差別を受けてしまうわけです。ヨーロッパではこうした二重の危機があると我々は考えています。つまりナナショナルアイデンティティィの危機というのもその一様なナショナルアイデンティティを維持するのが難しくなっている。 そのフランスに住む人がフランスを理解しているとは限らないそして英国に住んでいるからといってその英国やスコットランドの文化を理解しているとは限らないわけです。ですからこうした国の人々は非常に多様化をしているわけです。そしてもう一つは福祉国家における大きな危機ですある民族グループは非常にその教育レベルが低くそしてその雇用状況も悪いそして 福祉国家はこうした問題に対応しきれないでいるというこうした二重の危機です。 このインテグレーション社会的な統合という問題だけではなくてこの移民に対して金融機関がどのような影響を与えるかということについてもお話をしたいと思っています。というのはこの地域日本だけではなく特にこの地域に影響を与えているというふうに聞いておりますいろんな学校や施設を見てまいりましたけれども実はこの失業の問題が移民たちにとって非常に重大であるということを昨日気づかされたからであります。 そろそろ情報が集まってきておりましてこの金融危機が移民にどのような影響を与えているかということが分かってきました例えば帰国をする人たちが増えている英国あるいはアイルランドにポーランド人たちが帰っているという現象が見られておりますそれから南から北への移民の流れが多少減っている例えばフィリピン人などがそうですまた非正規の移民が減っている場合もありますさらには 送金が減っているということですすなわち今までほどは自国の家族母国の家族にお金を送れない状況が起こっているそしてまた移民に対する敵意が増えているところもあります英国では外国人従業者に対するストライキが起こっています他の国では例えば韓国においてはもう外国人の,その雇用はやめたというところもありますしかし私たちとしては 単にそれだからといって移民がなくなるかというとそうではないということでありますすなわち移民というのは所得を最大化したいという動機だけで動いているわけではないんですそういった経済的な主体ではなく実際に社会に根を下ろして新しい国で生活をする社会的な存在なのですですので非常に重要なのはこの今回のグローバルな危機の時代においてもむしろ逆にその母国の経済状態が悪くなったので前よりも移住への願望が強くなると いうこともあるわけなんです。えそしてまた自国母国の家族への仕送りを続けなければいけないということが考えられます。ですので金融危機だから世界危機だからといって移民が減るということにはならないのです。また長期的な観点からこの問題を見ることが必要でありますけれどもその一つの方法として今までの過去のこの経済危機がどのように移民に影響を与えたかということを見る必要があると思います。例えば1930年代の大恐慌の時確かに移住は減りまし ました。そしてまた帰国も増えました。しかし多くの人たちがその一方で1920年の頃、1920年くらいに移民になった人たちがもうそこに着いてしまったということもあります。また1973年の石油危機の頃でありますけれども、多くの人がまあ母国に帰りましたけれども、先ほど言いましたように実は。 先ほどもも言いいましたたたようににそこにもう住みすぎちゃった人もたくさんいるわけですある意味この先ほど言いましたようにオイルショックというのは一時的な労働者が定住したという天気でもありましたまたその頃からは例えば湾岸諸国のような新しいこの工業地帯もできたということで新しい移民の流れもできましたまた97年99年この辺りの,このアジアの通貨危機の影響でありますけれども移民のパターンへの長期的な影響は特になかったということであります。一時的には減った けども大きな長期的な影響はなかったということです。ですのでここで考えなければいけないのはこの1993年。 1993年そして1997年このグローバルな経済戦略ということから考えた場合今回の影響はどうなるかということなんですけれどもちょっと時間がないので何枚か飛ばしましてここでお話をしたいのは将来のこの移民の問題を日本についてついて考えてみたいと思います先ほど申し上げたことから考えて日本での移住の問題を考えてみたいと思います現在のこの通貨危機が終わった後どうなるかということでありますやはり危機が終わっても 長期的な構造的的なな変化がああるのでこのででここ移住は続くとということであります長期的な圧力として日本その他の途上国出生先進国におきましてはこの出生率が減ってそして人口が減って高齢化しているですので労働力が引き続き必要であるということそしてまた経済を成長していくためにはやはり先ほど言いましたようにまた危険を巻いてきた時には労働力がいるということであります。しかも今回必要ななのはは高度人材だけではなくそして で、し、えー、あらゆるレベルのスキルの人が必要であるということです。高度人材は、えー、イノベーションで必要、そしてまたマネジメントには中程度の技能が必要です。そして非熟練校も建設業サービス、そしてまた老人看護などで必要であります。その中で企業としても安定そして信頼できる訓練された労働力が必要であります。 えー、ということはいい人たちは外国人であれ長くいてほしいという動機を企業も持っているわけであります。ということは職場において、えー、この平等な権利を与えるということが重要であります。また社会結束に必要な福祉を提供するということも重要であります。ある人が権利を持っていてある人は持っていないというようなことになってくるとそれは社会の中で衝突を起こします。 やはりその次重要なのは移民とその家族の人たちがきちんと住むところを持つということですこの平等な権利というのが本当に必要でありますそうでなければ分断された社会に終わってしまいますえということは日本は 今後社会的ななな統合の方向に向にかかっていいいいけないとということでありますもちろん日本において移民というのは数も少なく一時的だというふうに今まで思われていたと思いますけれども長期的に見ると現実的には日本もこの社会統合を目指さなければいけません。ということはそれは多様性を認めるということであります。人によっては価値観も違うのだと伝統や宗教も違うのだということを認めそしてまた同時に この異なることの権利を認める文化的な銃を認めるということです法の枠組み内でもちろん法律が大切でありますが法律の枠組みの中では好きなようにこの言葉やあるいは宗教を信じて使っていいというような銃を認めるということであります。 同じように国としても全員に対する平等な権利のために政策を行っていかなければいけません。政府の提供するサービス例えば多言語サービスなどへのアクセスそしてまた教育や職場雇用における機会への均等そして 差別を禁止するような法律人種差別を禁止するような法律そういったものが必要になります最終的にはやはりこの市民権公民権を移民にも与えなければいけません覚えていただきたいのは21世紀における成功する社会というのはこれはまさに開かれた社会でなければいけないということでありますご清聴ありがとうございました 先生どううもありがとうございました。ヨーロッパの抱える社会統合の問題は現在日本の私たちが抱えている問題にも通じており多くの示唆を得られたと思います。